はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、プパトラです。というわけで、今回なんですけれども、カヨペリコ GO とソロでフィナーレのクリアを、世界記録3分25秒で狙える準備を、偵察からまずやっていきます。まず、小里から偵察で、グレープシードとか、ザンクードに向かったりします。で、この偵察から、調達ミッション、全部クリアまでで、今回のやつね、これ本当に最小限であるので、45分ぐらいで終わります。ところどころね、カットしていきます。で、この飛行機で偵察する島に到着したら、この、通信塔に向かっていきます。で、今回ね、ヘリ使わずにここをバイクで突っ切ってって、で、次の最初の検問ところをバイクで乗り越えていくという風のを見せていきますね。まあ本当に低予算でできると。またヘリを使う方法、高級ヘリコプターってあると思うんですが、あれができなくなった場合に、通常の攻略法を教えていきたいなと思います。ではバイク乗ったら右にそれていきます。で、海岸沿いをずっとね走っていきますね。そうするとパーティー会場が右の前あたりに見えてくるので、パーティー会場の方には入らずにちょっと左にそれていきます。で、この先にちょっとジャンプできるようなポイントあるので、ここ思い切ってジャンプすればこのように飛び越えられると。で、右に行っちゃうと防犯カメラなので注意です。この辺り木が結構あるので、激突して倒れないように注意です。で、次にここの検問ですね。ここの検問を坂、思いっきりね、ジャンプしてウィーリー走行で左の前の方に行きます。で、これ映像だとこれですね、ジャンプ失敗してますけれども、大体うまくね、飛び越えることはできると思います。まあ、失敗したとしても、偵察、このね、警備に見つからないようにしながら、普通にバイクで乗り越えることは可能です。また、この後ね、右側の紫のルートを見ながら、敵がどの位置にいるかをよく見て、視点に入らないように。で、防犯カメラとかにも気をつけながら、紫のルートを通常通り走っていけば、ほぼ簡単にね、この通信塔に行けると。で、このバイクが結構便利なんでね、これを使った方がいいと思います。で、ここら辺からはもう突っ切って通信塔に登っていきます。ハッキングする装置。そのね、配電盤みたいなやつは一番下の、ね、ところにあったりとか、まあ、1階とか2階とかね、屋上みたいな一番上のところにあったりとか、結構ランダムです。右側にあったり正面にあったり、あとは一つ登ったところにあったり、2番目にあったりとか一番上にあったりとかって結構バラバラなので、ここでハッキングしていきます。このハッキングのパターン結構ね、まっすぐね、棒を3つ横に揃えてもクリアだったりとか、またはね、このね、ちょっといまいちね、このプラスなのかマイナスなのかとか、ちょっと意味わかんない部分結構多いと思うんですけど、まあおそらくね、まあまあなんとなくで多分できると思います。で、こんな感じでクリアしてください。で、この後ですね、携帯を開いて、アプリを開いて、ハッキングでどこを見るっていうところをやっていくんですけれども、最初のね、動物がいるあたりとか、この檻、こういったところはね、もう見なくてもいいです。で、重要なのは、中庭の次の地下のとこですね。で、これメインターゲット。これ必ず見てください。じゃないと、ね、意味がないですね。で、ここで左にカメラを振っていき、このショーケースの中にあるのか、もしくは一番左の、金庫の中に入っているのか、まあ必ずね、確認してください。で、今回ね、ちょっとすっ飛ばしていきますけれども、このサウスゲートというところを使っていきます。ここに向かっていきますよっていうのを覚えておいてください。また、侵入口としてこれ初めて偵察やってる場合は必ずメインドックというところに行って写真を撮ってメインドックから侵入できるようにはしといてください。まあ、それ以外の偵察はねほとんど何もいりません。なのでこの偵察自体にかかる時間っていうのは、初心者さんでも10分ぐらいではできるかなと。あとはこのように捕まって元の、ロスサントスに戻ると、これだけです。で、戻ったら必ずね、スタイル変更などをして、画面の右下に黄色のくるくるセーブアイコンを出すなどをして、例えば出現位置を小里化にしていれば、このままクリエイターに行って、もう一度招待限定セッションに移動することによって、まあね、少し時間をね、短縮できるかなと。もしくは、
小里川をね、しまって、また大きな乗り物から小里川を要請して、そこに、向かっていくっていうのでも全然いいと思います。必ずセーブアイコンをね、出してからクリエイターに行って、招待限定セッションに移動で、全然ね、こんな感じで早く戻ってくれます。じゃあ、メインターゲットを見た後は、次何やるかというと、R1 ボタンで調達ミッションやっていきます。で、この時にね、侵入経路とかね、侵入地点とかをね、必ずメインドックっていうのがある状態にしてください。そうすれば、あとはね、もうほぼ適当でも大丈夫です。で、この脱出のところもメインドックになってれば大丈夫です。まあ、ここ1箇所取ればいいっていうことですね。で、それ以外のところはほとんどね、もうあとはね、調達ミッションって言って、ロスサントスでやるべきことなので、ボート、ロングフィンパワーボートを、盗んでいきたいと思います。回収をすると、だいたい警察署に行けっていう風になります。で、CO の特殊車両走行を持っていって、ファントムウェッジを持っている人は、めちゃくちゃね、早くクリアできます。じゃあ、警察署の近くで、そのファントムウェッジを要請した場合ですね、近くにだいたい湧くので、じゃあ、ゴール地点をね、先にマーカーつけちゃいたいと思います。だいたいこの辺りがゴール地点だと思って、紫のマーカーをつけておきます。で、ファントムウェッジが来たら、この車両に乗り込み、バックで、ボートを回収すると、このファントムウェッジがない人は、このミッションの案内通り、トラックをね回収してください。ファントムウェッジはね、前がねこのように尖っているので吹き飛ばすことができてかなりね便利です。まあ、アーマースナックで体力は回復しておいた方がいいです。で、バックでガチャンとくっつけたら、あとはそのまま手配度を消さなくちゃいけないんですが、これ CO のね、手配度を消すとかレスターの手配度を消すっていうのができませんので、このままずっとね南の方に向かってください。フランクリンの街を過ぎ、次にね、電車の線路のとこですね、ここを右に曲がっていきます。で、この後ですね、線路を、走っていきます。この辺りから、橋にね、差し掛かる辺りで手配度がだんだん消え始めるので、まあ完全に消したい場合はこの辺徐行した方がいいです。で、ギリギリこのように通過していくと、ゴール地点あたりでだいたい手配できます。警察が前から来たらちょっとバックしてね、逃げるようにしてください。あとは、おしゃべりが終わった後に、ゴール地点のマーカーが出るので、これを届ければ完了。というわけで、このね、乗り物の調達はめちゃくちゃ簡単なんで、こんな感じでクリアできます。じゃあ、またね、スタイル変更などをしたりして、セーブアイコンを出して、で、クリエイターに行き、また招待限定セッションに移動して、小里川から次の調達をやっていきたいと思います。ちょっとねこの辺はカットしていきますね。では次のね調達なんですけれども、次の調達は乗り物の次は、今度ね、ロングフィンパワーボートはできましたので、次はね機材とかをね取っていきます。で、機材の中から一番上はいりませんので、下の3つを、調達してます。金庫のコードと出た場合は、だいたいカジノになりますので、カジノの駐車場あたりにヘリを置いておくと、逃走が便利です。で、このまま中に入っていきます。まあ、携帯の通知でこの人を探せとか出ますけど、別に見る必要はなく、このままカジノの中に入ったら、すぐに左側のエレベーターの方に行き、このままね、ペントハウス、カジノペントハウスの方に行きます。で、結構紫ピンクみたいなロビーみたいなところがあるんですけれども、ここでね、ガードマンが2人ぐらいいるようなところの部屋を、見つけてください。まあ大体ね出現したら、このまま、まっすぐ行って右に曲がって右に曲がって、大体ね出てくると思うんですけれども、まあその敵をね、ショットガンでもいいし、まあ何でもいいので敵を倒してください。で、倒し終えるとここのドアが開きますので中に侵入、そして入ったら右側からも敵が来るので、まあ心配であればこの辺にね近接地雷とかつけておくとまあ便利かもしれません。で、そのまま、このカジノペントハウスのパーティーみたいな方に向かってください。ショットガンとか使うとね、なるべくね一発で倒せるかなと思います。で、このまま奥に進んでいき、バーカウンターの奥にいる2人を倒して1人から、コードを盗みます。盗むときに、反対側、さっきから来た場所からね、敵が2体ぐらい来たりするので、それも倒しておくといいかもしれません。では、キーコード、まあ、金庫のコードですね。これをね、入手したら、今度はまた元来た道を戻ります。で、戻るときに、このように時計の反対回りみたいな感じで回っていくと、だいたい3体ぐらいこの先に敵がいるので、注意してください。ちょっと隠れている感じでいるのでね、爆発物を使って仕掛けてもいいかもしれません。
で、あとは外に出た時に駐車場の方から出たことになりますので、このままさっき置いといたヘリで逃走する。自分の小さとかがね、まあ大体ねこの先の海岸沿いにあると思うんですけど、そこに到着するぐらいで大体手配度が消えて調達完了となるので、まあ結構ね簡単かなと。では続いてはね、調達機材の2つ目いきたいと思います。まず調達ミッション R1 ボタンを押して、今度機材で、次に上から3番目の、クローンメーカーですね、指紋クローンメーカー、これ大体ねいつも同じパターンだと思います。まず、倉庫に行ってくれと出るので、倉庫に行ったら防犯カメラをアトマイザーなので壊します。でショットガンを構えた状態で中に入ってください。敵が 4体ぐらいいるかな。で一気に倒して、パソコンのところに行き、右十字キーでハッキング、スロットのような目押しのようなことをやっていきます。でそれをやると、次のねクローンメーカー、指紋クローンメーカーの、場所がね特定されると。じゃあそこに次向かっていきます。次に向かっていくときに、だいたいビーチとかね、まあこの辺、まあいろんなパターンあるんですけど、何箇所かにねパターンあります。で防犯カメラ倒して中に入ります。この中には敵はいないと思いますので、あとは、デスクの上に近づいていき、緑の矢印マーカーが出たらそれを回収して小さとかに戻る。それでね完了となります。戻るときは大きな乗り物、小さとか返却オプションで小さとかを、元の位置に戻すみたいなね、なんかしまうみたいなのがありますから、そこをね一度しまってください。で数秒間してからもう一度小さとかを要請すると、意外と近くに小さとかが出現すると。なので移動時間をねまあ短縮できるかなと。でこの指紋クローンメーカーを小さとかに届けたら、また次の調達に行くとっていう感じで、本当に慣れてきちゃえばこの、偵察から調達ミッション45分ぐらいで終わります。でフィナーレ自体が、まあ、本当に5分ぐらいでクリアできちゃうので、トータルね1時間以内に、ね、全部終わっちゃうような、強盗ソロの強盗っていう感じなので結構いいかなと思います。では次の調達、ミッションの中の機材で、一番下のカッタートーチです。まあこれもね、建設現場に行くだけなので、ヘリ持っていればかなりね、楽です。で現場近くに行ったらもう撃ちまくって倒しまくって、あとは現場の中に入り、いくつかの、道具箱がありますから、そこからね、あと中身入ってるやつですね、水色青のね、カッタートーチが入っているものをちゃんと回収して、でまた小さとかに戻るとっていう感じです。まあ、ここはどんどんね爆発物使っても全然問題ないので、普通にね、どんどんいけるかなと。で小さとかに戻ると完了というわけで、大体のね調達ミッションがこれでほぼ終わってきました。最後は武器です。でこれはねほんと好き好きあるんですけれども、今回武器は AP ピストルというね、連射ができるサイレンサーがつけられるっていうね、武器を使うってわけで今回これにしてます。クラックショットっていうのを、今回ね選択してます。でメリーウェザー周辺まで行くと、このようにヘリを追跡するんですが、ちょっと先回りしてマップね安全な場所で確認してみてください。このヘリがこの方向に向かうのか、またはこっちなのか、そしてまたこっちの方面なのか、まあ、大体3箇所ぐらいなんですけど、どっちの方向に向いて飛んでいるかっていうのを見てください。そうすると先回りしてね、このヘリの行く場所予測して、で先に敵を倒すっていうことができます。またこのね追跡したヘリがね到着してしまうと、炸裂弾のような攻撃を受けますので注意してください。例えばこんな感じでやられます。でこれね結構やられ続けちゃう場合はですね、このワルキューレの中の操縦士を倒してください。そうするとやられなくなります。でアベンジャーの中に入り、ショットガンなどを構えて、敵が2体いるので注意してください。左手前と奥に、そして武器を回収してください。だいたいこのようにねぐるっと回れば武器は落ちてます。で回収したら次に左側のパラシュートを装備する、そして右側から脱出する準備をします。上昇している状態になってるのですぐに降りて、さっきのワルキューレでもいいので乗ってください。乗って攻撃を受けてるようだったらスナックで回復をする。そしてちょっとね離れた位置に安全なところに移動したら、今度は大きな乗り物から小さとかで返却オプションで小さとかを戻すと。
で完全に戻ったことを確認したら、今度は大きな乗り物からコサとかを要請。そうすると、まあ、比較的近くにねコサとかが出現して、あとはコサとかの中に戻れば武器、調達も完了というわけで、トータルで、この撮影もね大体45分ぐらいでは終わってるので、もっとね、すごい急げばもっと40分ぐらいでできるかもしれません。というわけで今回ねフィナーレが3分25秒世界記録出てるので、その調達偵察の準備の解説でした。よかったら参考にしてみてください。フィナーレの映像は固定コメントに貼っておきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。I would never